こんにちは、こんばんは。ゲーム動画で行こうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきたいと思います。さあ、今回は2位の筑波田釜戦ですね。ここは2位かかってますので、で2点差なんで勝って逆転して2位に入りたいところです。はい、その前に1回練習試合ありますので、そちらをやっていきたいと思います。チェスト鹿児島、はい、やっぱり他の陣営とは違いますね。あえてマークをせずに挑んでいきたいと思います。エリカとユーナ、キャッチャーじゃない、キーパーがナツキジャネットで、セツコ、ミホ、に変えてヒラヒラ、みんな性能いいですよね。さっきこう、ひとまずこれ練習試合なんで軽く戦います。あーっと決めてほしかった。ここの速さですよね。こっから速攻の判定構成をかける。けつまずきました。課題をどんどんいただいております。最近チームの状態がそんなに良いとは感じません。なのでここは入れ入ってしまいました。あー、9位のチームにこれでは暗雲は漂います。エリザベス、まあもちろん勝てばいいんですけどね、公式戦で。やっぱり不安の残る展開ではあります。さつき、どんどん課題が増えてきます。うまいね、ヒラリ。ああ、でも、これ出したのはどうなのか。つないでほしい。ひどいですね、この成績。良いとこは全くありません。2点目を簡単に奪われました。ん？どこだ？一気の攻めを展開されている。ノーホイッスル、風に裏を使えた。リオナイス、リオ反転でイアリエ、これはうまい。ユーナちょっと遠いですね。さすがに他の選手が上がってきてほしかった。うまい。
うわもう突っ込まれてます、まあ、その分どんどん課題をいただける選手強化できるってことなんでしょうけどね。3点目嘘だろ、クラ練習試合といえこれはひどすぎます。不安が残りますね。底上げを測ってこれてるはずなんですけどね。試合終了です。不安しかないです。課題は9個いただきました。はい、4つ課題をいただきました。さあこれで公式戦突入します。もう一度筑波ダガマの選手をおさらいしておきましょう。うん、強い。シーンがあんまりないですからね。さすが控え選手となると落ちますが、ミスが多い。特に筋力、パワーと走力が後ですね。やっぱり強豪っていうには3ですか。変則的ですが、じゃあやっていきましょう。ディフェンダーをかいくぐれるかって言ったらそう簡単にはいけないですね。こちらは点数を守ってゴールされないように守って一発カウンターで少ないチャンスでかけるしかないですよね。はい、それでは始めていきましょう。試合開始。さあ、アウェーです。なので、ことはこちらが不利になってますね。打ち破りましょう。かなり相手のホームの重圧にやられそうな予感はします。早い、とにかく門が早い。焦って前に出ずにしっかり取ってカウンターを狙っていきたい。そうですね、キック力ですよね。あーっと取られてしまった。ナーコナイス。落ち着いて味方の多いとこでボール回しして それでそうそう、こういう風に回しつつチャンス。あーっとフチャーボールですね。味方の多いところに回しつつこういう風に縦パスを上げて、まあこの場合は飛び込んでいけなかったですけどね。スピードを無力化するっていうのが有効です。ノーホイッスル。こう縦で一気にスピードで攻められたらまずいですもんね。
と、さあここは夏樹がしっかりキャッチ。あっという間に30分経とうとしています。でもなんか多く見えるんですよね、相手の選手の数が。さっこ夏樹ちゃんと反応します。ついてますよ、夏樹も。得点がやっとなのかなっていう気がします。この相手のフォーメーション、守備の布陣は固い。幸子に縦パス、一気に来い。弱かったシュートが。一気に速攻できますからね。アッカーも速い。あーっと先制を許してしまった。厳しいな。ここで変に反応してしまったのが中野の、中野がノーマークになっておりました。この選手が疲れてるのが気になりますよね。後半戦へ。筑波は結構疲れてますね、筑波の選手。ファウルか。さあ取り返したい。あ、ここすごいし、あの守備の数が多い。おまけにそこから攻撃に一気にいけるっていう強さ。この数がものすごいよな。しかもボール取れないし、なんか力の差が明確になってきてる感じはありますよね。必死にブロックはしておりますが、これはちょっと厳しい。マドカだが、すごいです。夏樹ここは横飛びで防ぎました。なんとか同点という以前の問題ですよね。これは相手が強い、相手の守備がとにかく強い。おまけにその守備が、あのボール取ったら一気に縦パスで上がってくるものですから、抵抗しにくいです。ここまで上がれないんですよね。ちょっとでも疲れてきてる。つくば結構疲れ多いですね。スピードが落ちてきてる感じはします。気をつけろ。 OK、 夏樹もうほとんど時間ないです。10分切りました。なんとなく攻めの糸口がつかめない。さあここでさよか、さよシュート。厳しくなってきました。アディショナルタイムは1分。さあ相手のラストチャンス、試合終了。クラーカリバーズ敗れました。さあもう完全に守備が高い守備でいってっていうことですよね。
やつを増やし、キーパーがよく耐えてはいるんですけどね。負けはのけです。ボール支配率は高いんですけどね、シュートの数見てください、もう全然差がありすぎます。これでリバース大阪に勝ち点は同じものもの逆転され4位に落ちました。ちょっと厳しくなってきたかな、今年の2位以内は。さあ次、4連戦ですね。4連戦って言ってもまあジャパンカップの1回戦も含めてなんですが、次は佐世保ドッグス、N2 から昨年N1 に復帰してきたばかりのチームですね。9位です。今年は、まあ C が多い、 S は少ないっていうとこですよね。まあフランカリバゾは S が、S は少ないけど A は多いですが、その A も少ない、まあこれ勝たないといけないですよね。はい、というわけで、今回残念ながら2位の筑波大釜には敗れ去りました。ただこれから公式戦あと4戦ですが、負けないように戦っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画レコーでした。